まあ、ホークスにチャンスがあったとするならばこの初回だったでしょうね、はい、岩隈がオーティスにレフトスタンドで6号ツーランホームランを許します、はい、それはヒットですよね、はい、この初回はちょっとね今日の岩隈は大丈夫かなと思ったんですけれども、はい、しかしそこから立ち直りました。一方のホークスの先発藤岡の立ち上がり、はい、まあ、山崎捕手が言うようにね、こうリリーフしている時と同じような力強いボールでしたよね、はいはい、初回2回と完璧な立ち上がりでした。2回の岩隈のピッチングです。田村空振り三振、長谷川のこのボール良かったですね、はい、だからコントロール重視してますよね、最終的には低く掘るというかね、はい、松田をショートゴロ三者凡退に抑えます。すると3回の表でした。2アウト満塁からバッターボックスには勝負強い高須、まあ、変化球を選びましたからね。でもこれピッチャーライナーですよ本来はね、はい、だからもう少し投げることもそうですけれど他のこともできるようにならないとね、はい、イーグルス同点に追いつきます。4回の表です。ワンアウト満塁から島がセンター前へタイムリー、はい、これも初球ねインコースから入るのかなと思えばやっぱキャッチャーが逃げてますよね。なるほど、4対2逆転成功。そして渡辺直人サードゴロ偵察崩れの間に三塁ランナーがホームイン、5対2になります。これもキャッチャーがホームって呼び込まなきゃいけないでしょうね。う逆になおも一塁三塁で高須左中間への2点タイムリーツーベース。イーグルスこの回一挙5得点7対2とリードを広げました、はい、それでちょっとやっぱりこう振りになりましたよね。そうですね、岩隈が立ち直っただけにね、はい、さあ6回の裏です。ホークスワンアウト一塁からオーティスが三塁線を破るタイムリーツーベース。ホークス3点目ここで7対3点差は4点になります、はい、このオーティスの後が続かなかったですからね今日は ね、はい、7回の表です。ホークスのマウンド上には小倉ワンアウト一塁から中村のリサードゴロダブルプレー0点に抑えます。まあ今日投げた中では小倉が一番良かったんじゃないですかね、はい、そして7回の裏です。ワンアウト一塁三塁で代打明石だったんですが空振り三振、やっぱりこういう得点差と余裕がありますからねピッチャーの方がね、はい、そして続く川崎はいい当たりだったんですが徹底が素晴らしいプレー、これが抜けてれば全く状況変わったでしょうね、はい、得点になりません。8回の裏ワンアウト三塁から国道はファーストフライ、やはり低めに集めてますよね、はい、そして松中センターフライ、まあ、そんなに速くなくてもちょっと差し込まれてますからね、はい、チャンスに生かせません。そして9回もマウンドに上がった岩隈ツーアウトランナーなしから松田をサードゴロ打ち取りましてゲームセット。岩隈今シーズン初完投勝利8対3でイーグルスが勝ちました。